はい、こんばんは、佐久間優吾です。早速本日も人生に役立つ知識を教えることはできませんが、共に本日も学んでいきましょうということで、早速今日のお題を読んでいきます。本当の勉強とは意識を高めることである。こちらのお題を今から読んでいきます。本当の勉強とは知識を蓄えることではありません。知識を身につけることでもありません。技術を身につけることでも、お金を集めることでもありません。意識を高めることを言うのです。心ということです。本物の経験をしてたくさんの勉強をすると、最後に残るのは意識だけです。意識しか残りません。本当に大切な勉強は意識だということに気づきます。知識や知恵は時間が経つと忘れてしまい、技術もだんだん衰えます。最後に残ってしまうのは意識だけです。例えば優しさという勉強を、あなたはどう学びましたか？優しさという心はどんなにたくさんの本を読んでも身につけることではありません。本には優しくなりましょうと書いています。困った人を助けるといいのだな、弱い人には優しくすればいいのだな、頭では理解できます。しかし、いくら頭で理解できても実行できないのです。本当の勉強ではありませんから、生活でうまく行動できません。知識のレベルでは意識が低く、生活に浸透しません。本当に勉強ができた時には必ず意識が高くなり、生活にもその影響が反映されます。実際に自分が交通事故に遭い、病院で治療を受ける経験をした時、本当の優しさを学ぶことができます。自分が本当に苦しんでいる時に優しくしてもらったことで、人への感謝への気持ちが自然と出てくるようになります。弱い人には優しくしたいなという名残のない本当の優しい気持ちが出てくるのです。これが意識ということです。本を100冊読んで学ぶことができない勉強です。どんなに勉強しても技術を磨いても学べることではありません。最後に残るのは意識であり、最も大切な勉強なのです。本当の勉強とはちょっと待ってください。漢字が読めない。前もこの漢字読めなかった。往々にして、本当の勉強とは往々にして苦しい経験としてあなたの目の前に現れます。神様はあなたの心の筋肉を鍛えるために程よく辛い経験を与えてくれます。もちろん苦しさから逃げることもできます。しかし、勇敢に苦しさに立ち向かえば本当の勉強をすることができ、意識を高めることができるのです。辛い経験、苦しい経験、悲しい経験によって学びができるのです。私はおじいちゃんが死んだという経験を目の当たりにして、命の大切さを学んだことがありました。おじいちゃんは私が16歳の時に飛び降り自殺により亡くなりました。身内が一瞬にして亡くなり、冷たくなった体を肌に感じた時、本で読んだ命を大切にという勉強は茶番だと気づきます。元気だったおじいちゃんが青ざめて氷のように冷たくなっているのです。死んで冷たくなったおじいちゃんに触れた時、人の死というものを頭ではなく体で知りました。自分にとって大切な人が亡くなってしまった時は、学校で習う学習とは比べ物にならないほどの勉強ができ痛感します。涙が止まらないほどに心に染みて勉強できるのです。おじいちゃんが死んだ時には私は法然自失の自失となり、自然と涙がこぼれてしまいました。止めように思っても止まらないほどです。本当の勉強をした時には必ず感動します。心が揺れ動き、意識が変わります。確かに悲しい経験をしましたが、身内の死を経験することで私の意識が高まり、大切な勉強ができたのでした。おじいちゃんの死と引き換えに私はとても大きな学びができたのです。今日の格言、意識を高める勉強をする。なるほど、確かにね、いくら本とかセミナーとかそういうので学んでも、
実際に目の当たりにして経験体験しなきゃ覚えられないっていうこともある。うん、間違いない。はい、ということで本日も勉強になりました。今日もご覧いただきましてありがとうございます。それではまた、ドロン。